モルトバトルチャンネル。ウイスキーがお好きでしょ。ええ、それはもうお好きですわ。昔のウイスキー CM 見てるんだけど、サントリーの CM は特によくできてるね。ええ、オールド、響き、山崎の CM、 どれを見ても最高になりますわね。ボンボンベベン守備だボン。恋は遠い日の花火ではない。てんてててんてんててて、何も足さない、何も引かない。でよ。ええ、最もプロパガンダ戦略に長けた企業です。特に角ハイボールの CM 見ると、大至急角ハイボールで唐揚げ吸いたくなっちゃうね。ええ、あの CM はサントリーでも類を見ない成功例です。ということで、今日はハイボール対決をやっていきたいと思います。いいよ。まずみんな大好きな角ハイボールを5点と評価して、さまざまなお手頃価格ハイを評価していくよ。ええ、早速ガンガンズイズイやっていきましょう。ええ、最高になりましょう。ドゥンドゥンドゥン。梅、安定のうまさだね。ええ、居酒屋メニューに角ハイがあると安心します。さすがスントリーは違うね。ほいじゃ、角と同じぐらいかそれ以下の価格帯でバトルしていこうね。過去最高の登場人物だね。ええ、じゃんじゃん行きましょう。まずはスントリーつながりでトリスクラシックから。ドゥンドゥンドゥン。辛い。注射を打つ時のアルコール脱脂麺で、丁寧にお口の中を消毒されている感じがします。これわざわざ飲むならチューハイの方がいいわね。コークハイならいいかも。星1つ。ほいじゃ、次は日課行ってみよう。スーパー日課。格よりお高いわね。ええ、なんたってスーパーだからね。ドゥンドゥンドゥン。梅、これはコクがあって梅ね。香りはそんなにないけど、日課らしい旨味が強いわね。マッサンの愛を感じます。星6。格超えたね。まあ身も蓋もないけど、お高いからね。お前が弱いんじゃない、格が強すぎるんだ。この調子でやっていこう。日課つながりでブラック日課ディープブレンド。ドゥンドゥンドゥン。梅、あんま舐めたことなかったけど、黒糖みたいなコクと甘みがあって梅ね。ええ、私は常に冷凍庫でキンキンに冷やしています。日課の味わいがお好きならおすすめだね。星4。次はエゲレスの汁を舐めていきましょう。バランタイン7年。ドゥンドゥンドゥン。悪くないね。バランタインらしい爽やかな香りの片鱗と、優しめなグレーンの風味が全面に出てきます。でも後味苦み強くて、ガブガブ飲むのは辛いかも。星3。次、ジョニアか。ドゥンドゥンドゥン。ハーブ感のある青い果物の香りはいいけど、後味のアルコール感と雑味が気になるね。安めな居酒屋の油と塩分マシマシな料理ならマリアージュしそうね。星3。最後にトップバリューウイスキー。うわぁ、我らがナンプスウイスキーね。ドゥンドゥンドゥン。ラムソーダの味わいに近いね。ウイスキーとは別次元の飲み物ね。まずくはないけど、ウイスキーではないね。星2。はい、ということでご覧のありさまになりました。個人的にはディープブレンドが良かったですわね。アルコール度数も 45% あり、お得です。トップバリューウイスキー以外は全部ドンキで安く買えますわね。普段のお飲みにぴったりです。
この価格帯ならビールよりも安く舐められるね。今日舐めた汁の価格帯ならハイボールにぴったりな銘柄は無限にありそうね。ええ、みんなの好きなハイボール銘柄をコメント欄で教えてね。これは戦争になるわね。しかしハイボールって言うけど、どこがハイでありボールなのか全然わからないね。こんなにたくさん舐めているのにご存じないのね。知らないね。ハイボールってどんな歴史があるの？ハイボールの歴史に関しては複数の説がありますが、一般的には19世紀に誕生したとされています。ハイボールの起源にはアメリカ説とイギリス説があります。アメリカ説では19世紀後半にウイスキーをソーダで割る飲み方が広まり、禁酒法の施行前までにはハイボールという言葉が定着していたとされています。イギリス説では19世紀半ばに害虫が大流行し、ブドウが取れずワインやブランデーの入手が困難になり、スコッチウイスキーがその座を奪い、飲み方もブランデーソーダからウイスキーソーダに移行したとされています。ブランデーのソーダ割りなんてのが流行ってたんだね。ハイボールの名前の由来には複数の説があります。アメリカの鉄道工事に関連する説や、ソーダの泡がボールのように見えることから名付けられた説などがあります。炭酸の泡が上がってくるからハイボール、わかりやすい由来だね。日本ではいつ頃から舐められるようになったの？日本では昭和初期にはすでにハイボールを提供するバーが存在していました。しかし当時のハイボールのイメージは下町のバーで提供されるおじさんの飲み物とされていました。その後ウイスキーメーカーによる宣伝努力により、ハイボールは若者の間にも徐々に広がっていきます。特に2007年にサントリーが核ハイボールをゴリ押ししたことで、その地位を不動のものとしていきます。ウイスキーがお好きでしょ？ええ、誰もが一度は耳にしたことのあるフレーズです。サントリーの核ハイボールの誕生とその広告戦略には興味深い背景があります。今では想像も及びませんが、この頃のサントリーはウイスキーが全然売れない冬の時代に直面していました。全然売れなくてワゴンセールされてる響き、山崎、白州、いっぱい欲しい。サントリーはウイスキーの価値観を変えるために、食事によく合うすっきりとした飲み物として再定義し、ハイボールのプロモーションに注力しました。これまでウイスキーのイメージはロックや水割りといった飲み方が主流でしたが、ハイボールという飲み方をゴリ押しして居酒屋や飲食店での普及を促しました。だから核ハイボールの CM では和食だの唐揚げだのが出てくるんだね。ええ、オールドや響き、山崎などの CM では食べ物が登場しません。ハイボールブームを演出したのはサントリーの酒類宣伝部長である和田達夫さんでした。和田さん、やってんね。和田さんはサントリーの社風を反映させつつ、独自の感性でハイボールの普及に大きく貢献しました。これによりサントリー角瓶は大量に売れ、ウイスキー市場そのものの価値観を変えるきっかけとなりました。やってみるもんだね。やってみなはれ。そして NHK 朝の連続テレビ小説でマッサンが放送され、今日の爆発的なウイスキー人気につながります。なおサントリーとも縁深いマッサンこと竹鶴正隆はサントリーの歴史から完全に抹消されています。私たちもそのうち抹消されちゃうかもしれないね。ええ、プロパガンダとはそういうものです。しかし前回のブラックボウモア会から一転して、今日は随分と現実的な汁をお舐めになりましたわね。はあ、ブラックボウモア杯やりて。ジョニグロあたりで我慢しておいた方がいいね。ブラックボウモアは無理でも、今度解散地にある響き21年でハイボール唐揚げパーティーやろうよ。ジャパニーズプレゼンテーションフォーユートゥデイ、トリス用意してお待ちしております。響き屋ならいいけど、トリス屋には行きたくないね。
ええ、この国の私服です。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。ベルマークボタンもポチッとお願いします。それじゃ、また見てね。